より水戸尚志社大学開講式を始めます。いろんなトラブルも増えている状況でありますし、やはり私たち自らこう賢くならなければならないわけであります。ぜひ皆様方にはですね、この10回の研修を通して、さまざま勉強していただいて、皆さんがこの水戸市の消費生活を守るためのオピニオンリーダーになって、頑張っていただければまたありがたいなというふうに思っています。消費者被害を発生させているナンバーワンは通信販売ですよ。次にナンバーツーといったら電話勧誘でしょ。第三番目は訪問販売、1000万件以上の被害が発生している中で、どういうところで注意しなきゃいけないかって言ったら、ナンバーワンは通信販売でしょ。訪問販売は何年齢のどのくらいの人が多い？自分も消費者としてその、被害に遭わないためにはどうしたらいいのかなってことを考える機会があったらいいなと思って、応募しました。あと何かあった時にこう相談窓口があるっていうこともこうきちっとしていれば、自分だけじゃなくてこう家族とか親戚とか、ご近所とかにもアドバイスができるんじゃないかなと思います。今日はですね、水戸市外の方も来ているですけれども、安心安全都市宣言をした水戸市でやるっていうことが大きな意味がありまして、この水戸市で受講された方が自分の市町村に持ち帰って、自分がまず消費者被害に遭わない、なおかつ自分の住んでいる地域から消費者被害を出さないっていう大きな気持ちを持って、皆さん、茨城県内の皆さんに各地域に消費者被害がなくなってくれればいいなというふうに思いました。消費者問題っていうのは、私お金もない人がお金もらいたくないんで自腹を切ってやってたわけですよ。